デック2にオセアニアクラブがあるということで行きたいと思います。子どもたちが遊べるところは出発前しか大人は入れないので、出発前に見ておくことがおすすめです。さあどんどん行きましょうか。どこかな。あった、オセアニアクラブはこちらです。ミッキー&ミニーズキャプテンズデック。ミッキーとミニーのキャプテンのデックはこちらにあるみたいですね。わあ、かわいい。ミッキー、ミニーの写真やそれぞれ遊べる遊具が置いてあります。子どもたちが楽しく遊んでいますよ。これはもう入ったらずっと楽しく遊べちゃうね。そしてお隣のおさん、ランドウェイLRAのポスターだ。これは激アツだな。わあ、イマジニアリングこうやって作ってるんだよっていうのが分かりますね。こうしてディズニーウィッシュができたんですね。おそれぞれの時間が書かれてました。あ、ちゃんと東京も入ってる。ありがとう。一番最後だけどね。フェアリーテイルホール。お、フェアリーテイルホールもあるんですか。行ってみましょう。わあ、ここはプリンセスがテーマのお部屋が広がっています。あら、ラプンツェルのお絵かき部屋。これでお絵かきができるなんて最高。そしてここはアレンデールのお部屋。タップでフローズンファンのゲームを楽しむことができます。そしてビューリー&ザビーストの絵本のコーナーかな。読み聞かせとかがあるんですかね。ライブラリーのようです。憧れてたっていうぐらいの気持ちのお部屋です。これかかります。輝いている照らす光。今日もいつもと同じモップで掃除をする。お絵かきができるお部屋になっています。めちゃくちゃ可愛いです。何かが入っている。何かを見られているのよ。忘れられません。これはストーリーブックのお部屋でしょうか。可愛い。映画をモチーフにしたお部屋ですね。ここでお話が聞けるのかな。めっちゃ潰しましたね。それぞれのお部屋の上にはバラとスノーの結晶とラプンツェルの太陽が輝いております。そしてこちらがウォルト・ディズニーイマジニアリングラボです。イマジニアリングチームがどのように作っているかというものをですね、子どもたちと一緒に学べるみたいですよ。3D プロセスモデルなんかもあります。すごい。子どもたちがしっかり手を洗えるようなスペースができています。これも感染対策でしょうか。いいですね。それぞれのイマジニアたちが考え出したプロップスが並べられております。あら、ウォルトとミッキーも手をつないで見ていますね。こちらはもしやトロンではなかろうか。あ、イマジネーションフィグメントもいます。これはもう刺さる人にはぐさぐさ刺さってる。おっ、名前も書いてあるよ。あ、すごい。ミュージックボックス。おお、ストームトルーパー。いろんな、あ、ウェブシューティングも。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのコズミックリバウンドとか。素敵なプロップスがいっぱいです。やはりここは今大人が入れるのはこの時間しかないので、とても賑わっていますね。こちらで子どもたちがオセアニアラボで遊べる時間の予約なども行っているみたいです。どんどん奥にも進んでいってみましょう。おー、あー、トイレも可愛いですね。そしてこちらがスター・ウォーズカーゴベイ。うわー、一気にギャラクシーズエッジやん。こう謎の生物もいます。急にスター・ウォーズの世界が広がってきました。ちょっと座れるお椅子があったり、なんかちょっとボタンを押せるところがあったりと、いろいろ楽しそうですね。マーベルスーパーヒーローアカデミーです。ああ、待って待って待って、ブラックパンサーいるじゃん。ブラックパンサー、わあ、すごい。見て、アントマンのラボとか、すごい。スーツ作れる場所とか、うわあ、アイアンマンになれちゃうところとか、アベンジャーズマークに、あ、戦えちゃうところなんかも。キャプテンアメリカのスーツですね。かっこいい。あとワカンダとか、アカデミーラボ、あ、ピム博士のライトも置いてあります。これは楽しいオセアニアラボ、いいですね。あ、ここのカフェすごい素敵。オセアニアクラブの外の壁がとっても可愛いんです。紹介しましょう。まずはマーベルエリア、ブラックパンサーやアントマン、そしてハルク、アイアンマン、スパイダーマン、そしてキャプテンマーベル。いやー、すごい。今度はスター・ウォーズエリア。2番と4番と R2D2 と B8 となります。C3 がありますね。すごい。まだ今の時間は空いてないんですけど、入り口がここからです。階段も自社猫になっていて、秘密の迷路に追い込むような気持ちになりますね。あ、こっちは子供たちが滑ってこれる滑り台があります。まずその世界の次はじゃん、こちらフローズンのエリアです。エルサがフローズン2の精霊エルサがいます。そしてその次はミッキー&ハリーズクールフェイです。かわいい。ただのカモメになってますね。チップとデールも可愛いよ。あ、ルートも可愛い。もちろんミッキー、ミニーも可愛いです。可愛い。そしてその奥がイッツスモールワークエリア。これは可愛いです。私の新しいスピジェットもお揃いですね。本当こからイッツ・ア・スモール・ワールド・ナーサリーに入ることができます。入り口もとっても可愛いですよね。もうこのデザイン大好き。こちらが子供たちがもっとちっちゃな子供たちが遊べるイッツ・ア・スモール・ワールドのナーサリールームです。もうこのデザイン大好き。ずっとここにいたいっていうレベルで可愛いです。イッツ・ア・スモール・ワールドの仕掛けもいつもより小さな低いところにつけてありますね。そして壁の上にまさかのワカンダ・フォーエバー、かっこいい。それにライオンキングのコラボ、何でもあります。マドリガルのミラベルも。ここは赤ちゃんたちが寝られるお部屋もありますね。ルティではトイ・ストーリーがいます。机までめっちゃ可愛いです。ラーヤも、あ、なんか日本の絵もある。僕はリトル・マーメイドになっています。